カテゴリー、高等学校カテゴリー、日本の高等学校カテゴリー、日本の専門学科設置高等学校カテゴリー、日本の商業に関する学科設置高等学校、カテゴリー、日本の工業に関する学科設置高等学校、情報高等学校情報高等学校とは、主に情報処理についての専門技術や知識を習得するための高等学校のこと。 情報に関する学科を設置するものと、工業に関する学科や、商業に関する学科として、類似の学科を設置するものなどに分かれる。なお、本項目では、学校名に、情報を含む、高等学校についてのみ記述する。文部科学省学校基本調査の、高等学校及び中等教育学校の学科コード表には、次の学科が示されている。ただし、 情報に関する学科は、平成16年の高等学校設置基準の改正から専門教科、情報も平成11年の高等学校、学習指導要領の改定から導入されたものであり、それ以前から情報高等学校を称している、学校で設置している例は少ない。また、同票によると、工業高等学校や、 商業高等学校にも次のように類似の学科が存在しているが、これらに区分される学科を設置する学校が、情報高等学校を称している場合がある。具体的なカリキュラムは、それぞれの対象とする職種の専門科目と関連するように調整されている。普通科を基盤とする高等学校の場合は、コード850、内の学科設置となるが、専門教科。 理数を中心に教育課程が編成されている場合もある。専門教科、情報を中心に履修する専門教育を主とする学科を設置しているもの。専門教科、工業を中心に履修する専門教育を主とする学科を設置しているもの。専門教科、商業を中心に履修する専門教育を主とする学科を設置しているもの。 平成20年度高度表によるありがとうございます。